ですね。特に今日純子さんなんか慣れてないボクシングをやって、いろんな筋肉を目覚めたと思うんです。多分普段使ってない筋肉だから。なんでこれから、まあ、今日の夜から明日にかけてずっと代謝が高い状態が続くと思います。でまあ、運動によって、まあ、代謝が上がるっていうのを、ちょっと意識してください。なんで例えば練習に来れない人があると思うんですよ。ここで練習すれば代謝はキープできるんですけど、まあ、来れない日じゃあ何をしたらいいかって、やっぱりこう朝ちょっと、まあ、軽く今やった体操、朝ってやっぱ筋肉が固まってるんで、あんまりこういう伸ばすストレッチっていうのはおすすめしないんですね。怪我につながるんで。だからちょっとこういう体を回す動かすようなストレッチを、まあ、ちょっと、まあ、30分なり、ちょっとここは辛いかもしれないんですけど、まあ、30分なりちょっと早く起きてもらって自分の時間を作るようにして、まあ、軽く体を動かすだけでその1日が代謝が高い状態っていうのはキープできます。ここでの練習だと思ってちょっと、必ずっていうわけじゃない、まあ、これ結構効果が大事な、ボクサーってやっぱ朝走るんですけど、やっぱ朝走ることによって代謝が高い状態にはすごいキープできるんですね。ただ今皆さんボクサーじゃないので朝走るっていうのはなかなかハードルが高い。ただこうちょっと、まあ、15分でも30分でも早く起きてテレビ見ながら簡単にこう動かすことだったらできると思うんです。ダイエットだけじゃなくてそれをやることによって1日が結構健康的に過ごせると思うんで、これはダイエッターじゃなくてもおすすめな行為です、はい。で次のページでもう一つ代謝をキープすることって、しっかり寝ることって実は大切なんですね。しっかり寝ちゃえば、睡眠時間が多くなればそれだけ活動時間が減って消費カロリーが減ると思うんじゃないですか。ところがやっぱ寝た方が太りにくい体を手に入れることができます。っていうのは関係しているのは、まあ、成長ホルモンっていう、これが子どもの成長に大切なホルモンなんですけど、寝ている時に多く分泌されるホルモンなんですね。で、まあ、筋肉合成とかを促す成長期には大切なホルモンなんですけど、実は大人にとってもまだまだ大切なホルモンで、なぜならこのホルモンっていうのは筋肉合成の他に脂肪分解っていう働きもあるんです。このホルモンでよく寝ることによって成長ホルモンがよく分泌されるんで、脂肪が燃えやすい体を手に入れることができる。寝ることってすごい大事なんです。で、まあ、やっぱり深い眠り、ただ睡眠時間を伸ばしただけじゃなくて深い眠りにつける方が成長ホルモンの分泌が早い。なんでまあこういったどうやったら深い眠りにつけるかっていうのはちょっと書いてあるんで、まあ、これも見てください。あんま寝る前のテレビ、まあ、携帯とかテレビとかおすすめしないのと、夜はすごいこうリラックスモードになること、副交感神経を優位にさせるっていうことが重要になります。